はい、皆さんこんにちは、サーバーワークス宮田です。やっぱ SA プロっていうのが、まあ、ある種こう AWS の資格の中で目指すべき一個のこの目標というかになると思うんで、まあアソシエイト取った次とか下3つ取ってじゃあプロ取ろうかなみたいなところで、まあこう結構取りたいというゴールの一つにはなるんですけども、ざっくりでも難しいんですよね。で、なんで動画見ていただいたりとかいろんなこう参考書とか見てる方もいるんじゃないのかなと思います。で、今日はですね、まあそんなこんななんですけど、まあ我々 AWS の取り扱ってる会社なんですけれども、そんな中でですね、まあちょっとエンジニアの方々にですね、いくつかちょっとアンケートを取ってですね、ちょっと SA プロをちょっと今日1問目これ出てるんですけど、合格したまでの勉強日数とか、どういうものを使って勉強しましたかっていうのをちょっとアンケート取りましたので、今日はちょっとここのまずご紹介させていただこうかなと思います。はい、まず一つ目なんですけれども、 AWS SA プロですね、合格まで用意した勉強日数はっていうので聞きました。これあくまで時間というより日数で取らせていただきました。時間になっちゃうと結構計算というかしにくいなと思ったんで日数にしました。やっぱ大枠はですね、ちょっと人数がばらけてはいるんですけれども、ほとんどがまあ1ヶ月ですね、30日程度で取る方が多かったかなと思います。各位も7って答えたのは私なんですけど、ぜひですね、私でも1週間で対策してガッて取り更新しに行ったんで、そちらのちょっとあの動画も別でありますので、ちょっと更新とかをされる方はぜひこちら参考になるかなと思います。はい、なんで基本的にはやっぱ1ヶ月ぐらいですね、ある程度こう実務、まあ弊社の場合は結構実務積んでるエンジニアが多いんで、実務それなりにやってるっていう方でもまあ1ヶ月ぐらい、まあいろんなものを使って勉強して挑むというような形ですね。まあとはいってもまあ長くても3ヶ月ですかねっていうところかなと思います。クォーターぐらいでちゃんと順に勉強していけば取れるかなと思います。では次のところなんですけれども、受験回数のアンケートも取ってみました。まあ、基本的にはちょっと半数以上が一発合格になっています。一発合格の勉強の平均は53日なんで、まあ、大体2ヶ月以内で取ってる人がまず合格してるというような形になっています。まあ、やっぱ1ヶ月2ヶ月、まあ、なんか3ヶ月ぐらい勉強すれば1回で取れるかなという感じですね。で、まあ、2回3回というのは徐々にいるという感じですね。多分4回の人は1人か2人だけだったかなと思うんですけれども、大体でも1、2回取れてると。で、期間によっては1回落ちてももう1回不合格だった場合の再チャレンジタダになってるみたいな期間とかも場合によってあるので、その期間をうまく使って受けていただくっていうのがありかなと。特に初めての方、ちょっと私も講師なんでどんな試験を受けることが辛いことか、もう辛いって言っちゃうんですけど、分かってるんですよね。だから私もなんか更新の時、今もずっと SA プロ2回か3回ぐらい更新してるんですけど、更新のタイミング落ちたことは実はないんですよね。なんでかっていうと、プロフェッショナル以上のやつになると、これ何回も言ってるんですけど、試験時間がなくて尋常じゃなく辛いんですよね。問題が難しいのもあるんですけど辛いんですよね。なんですけど、その辛さを一回味わってるかどうかで、このやつは違うかなと思います。多分更新してる方も俺含まれてるので、初めての方とかだとちょっと思ったより特に時間かかるとかっていうのって肌感わからないと思うので、まあ2回目になっちゃう方も全然いるのかなと思います。私は初めての SA プロ取った時は1回落ちました。普通に1回落ちて2回目で合格っていう形でしたね。まあ、当時こう師匠と呼ばれる尊敬するエンジニアの方がいるんですけど、もうその方にすごい教えていただいてですね、まあ、私も当時はぶち取ることができました。もう結構前の話なんですけど、そんな感じでしたね。次が AWS ソリューションアーキテクトプロフェッショナル合格のために利用した教材はというところを聞いてみました。あの教材ですね、意外とあってですね、各私はですね、ここに書いてあるですね、これ緑色なんですよ。本当はグリーンバック抜けちゃってるんですけど、この本ですね、もう私はマジでこれ推奨おじさんなんでこれなんですけども、もちろんユーデミーだったりとかウィズラボとか使ったりしている方もいました。あと、まあ基本的にはブラックベルトですかね。私もブラックベルトで、なんかその私のあの1週間で対策しましたよって動画でも言ったんですけど、これプラス分かんなかったところをブラックベルトで穴埋めするっていうのが私はよくやってましたね。で、まず一つ、まあ、AWS の公式ドキュメントなんですけど、まあ、これが、まあ、まず、メイトスさんは一番ですね、まあ、いわゆる辞書みたいなもんなんで、まず分かんなかったら、まずここメイトをしましょうと。で、まあ、ここを分かりやすくしたものがブラックベルトになっているので、さっき言った通り、まあ、サンプル問題とか解いた時とか分かんなかったら、この資料を見て、仕様を確認したりとか、あ、こういう使われ方、まあ、ベストプラクティス的なことも書かれたりとかするので、そこを見ていくっていうのがいいのかなと思います。であと模擬試験ですね。サンプル問題とは別で30ドルぐらいで受けられる模擬試験があるので、これを受けていただくっていうのがいいのかなと思います。模擬試験受けるのが、まあ、もちろんそのなんか問題集買ったらいいじゃんっていうのはもちろんあります。問題集買って解くのを絶対やった方がいいです。で、なんでこれやった方がいいかっていうと、これさっき言った3時間とかっていう時間帯で解いて本番さながらでやる、本で解くのっていうのは結局問題解くっていう形になっちゃうので、
実際にパソコンの画面でやってるのと若干違うんですよね。なんで1回はこれをやっておくのがいいのかなと思います。はい、これでやったらこういう感じか、あのね、こういう感じかが一番大事なんですよ、本当にこの試験っていうのは。なんでそこをぜひやっていただくのが、特にもうプロフェッショナルになるともう尋常じゃないぐらい問題数多いんで、ぜひちょっとこれをやった方がいいかなと私も思います。はい、であとはこういうサービスですね、この学習プラットフォームが提供しているサービスですね、まあ、ユーデミーなんか私とかも結構使ったことあるんですけど、まあ、弊社が提供してるんで認定試験系じゃないんですけど、そういうものが出てたりします。で、まあ、それで SA プロの対策、まあ、実際これ一緒にこう動画作ってくれてるとか助けてくれてるマーケティングのメンバーとかもいるんですけど、実際その人もですね、勉強どうやってしたのって聞いたら、ユーデミーでやっぱすごいめっちゃ勉強して取ったんだよねっていうのは言ってたので、まあ、ユーデミーまあ一つかなと思います。テックストックではちょっと初めて聞きましたが、こういったものがあったりしますね。あとウィズラボですね。ウィズラボも私はちょっとこの SA プロじゃないんですけど別の試験で一回使いましたね。アレクサだったかなで確か使ったかなと思います。アレクサ勉強の教材なかったんですよね、いいのが。はい、なったりするので、まあ、一つこういったものを一個こう教材買ってみるっていうのはありかなと思います。パソコンのポチポチで問題解いてくるように慣れたりとか、スマホのアプリとかでもいけるのかな、もしそういったものがあれば気軽にできるのかなと思います。今在宅なんでちょっとあれかもしれないんですけども、そういったものもあります。でね、さっき言ったこれですね、もう私はもうダントツでこれです、本当にマジでおすすめ。ぜひ何回も言って申し訳ないですけど、こう1週間撮ったって動画の中でもこの本に関してめっちゃ話してるんで、ぜひ見てください。ただこれ SAPC01 が確か対象だったと思うんですけど、正直試験の範囲というか、まあ、これも書いてあるんですよ本の中に、そこも正直まあ大枠変わらないし、知識のベースとしてはこの本で別に補える部分多いので一切無駄にならないかなと思います。まあ、これ以降別の方が出してるこの金色の本が確かあるはずなんで、そういったものも全然ありですね。特に試験を合格するっていう観点では、いろんな書籍とかについてるサンプル問題とか練習問題を解いて、なんか一人が解くのになれるっていうのが、まあ、一番かなと思ったりしています。はい、といったところでまず今回はですね、ここまでですね、実際使った教材とか受験日数受験回数とかを今日ご紹介させていただきましたが、いかがだったですかね。ぜひ皆さんもですね、どういうふうにやって勉強してましたとかっていうのとか、こういうのもありましたよみたいなとかもぜひコメントいただければと思います。でちょっと今回これ第1回なんですけど、ちょっとこの後にですね、これから受験する方へのアドバイスなんかありませんかっていうので、もう実はコメントをうちの社員の方にいただいているので、そちらもちょっと次の動画でご紹介したいなと思っておりますので、ぜひちょっと来週かなって分かんないですけど、次もまた出ますので、そちらを楽しみにしていただければと思います。はい、といったところで今回は社内アンケート編で SA プロ合格までの使った教材だったりとか勉強日数とかっていうのをご紹介しました。最後までご視聴いただいてありがとうございます。次回も楽しみにしていてください。